1998年1月、ユーノス・ロードスターは登場から9年で2代目へと進化した。マツダの販売チャンネルであるユーノスが消滅していたため、社名はマツダ・ロードスターへと変更された。2代目ロードスターのボディサイズは先代と比べてほとんど変わっていない。これはロードスターのフィロソフィーである人馬一体に開発陣が徹底してこだわった成果で、厳しい軽量化を行ったからこそ実現できたものだ。搭載エンジンは 1.8 リットル直列4気筒 DOHC と変わらないが、スペックは最高出力145馬力、最大トルク 16.6 キロへとアップ。このエンジンにはロードスターとしては初の6速マニュアルが組み合わされた。さらに 1.6 リットル直列4気筒 DOHC が復活したこともニュースで、こちらは最高出力125馬力、最大トルク 14.5 キロを発生し、5速マニュアルが組み合わされている。搭載エンジンが2つになったことでキャラクター分けが明確となり、スポーツ志向は RS、 ラグジュアリー志向は VS とラインナップされた。2000年7月には初めてのマイナーチェンジを実施。最大のトピックは 1.8 リットルエンジンに SVT、シーケンシャルバルブタイミング機構が備わったことで、もろもろの変更改良と合わせて最高出力160馬力、最大トルク 17.3 キロへと性能がアップしている。このパワーアップに合わせて 1.8 リットルモデルはボディの補強が行われたが、 1.6 リットルモデルのボディ剛性もこの時同時に高められた。新たに追加された RS2 というグレードではついに16インチサイズのタイヤ装着も実現している。2003年の暮れにはかねてから噂のあったターボモデルが投入された。こちらは最高出力172馬力、最大トルク 21.3 キロというアウトプットを誇るロードスターの異端児的存在である。